車先端号まもなく発車をいたします。進行方向左手には山形駅の職員、また山形県の皆様が皆様のお出迎え、お見送りにをしております。進行方向左手にご注目ください。本日は JR 東日本ビューツーリズム&セールスをご利用いただき誠にありがとうございます。ご乗車の列車はビューツーリズム&セールス主催山形駅発団体臨時列車花で行く他列車仙山号仙台駅行きです。受付時に配布いたしましたお座席案内カードをご確認いただき、指定されたお座席をご利用ください。またお履物は受付時に配布いたしましたビニール袋へ入れ、ご自身のお座席にて管理いただきますようお願いいたします。続いて車内のご案内をいたします。この列車は6両編成で運転をしております。先頭車両は1号車、一番後ろが6号車です。お手洗いは1号車、3号車、6号車にございます。2号車、4号車にございますミーティングスペースは業務用スペースとして利用いたします。立ち入りはご遠慮ください。車内自動販売機の設置や車内販売の営業はございません。あらかじめご了承ください。またこの列車は全車禁煙です。おタバコはご遠慮ください。ご旅行中はマスクの着用、手洗い、うがいなど新型コロナウイルス感染防止対策へのご協力をお願いいたします。また車内でのご飲食はご自身のお席でのみお願いいたします。ただいま皆様へ山形県産紅花入り紅の里緑茶、菓子工房白い雲オリジナルのラスクブランド、山形ラスク研究所のラスク、高橋フルーツランドのシャインマスカットフルーツサンドをお配りいたしております。この後も皆様へ山形県宮城県のおいしいものをご提供してまいります。終点仙台駅までお腹いっぱいの旅をごゆっくりとお楽しみください。本日は他列車仙山線をご利用くださいまして誠にありがとうございます。この列車は鉄道開業150年を記念し、お座敷列車485系花を使用した団体専用列車です。今回は普段この車両が走ることのない仙山線を経由し、終点仙台まで皆様に山形、宮城のご当地グルメを楽しんでいただくイベント列車となっております。
今年2022年10月14日、鉄道が開業して150年を迎えます。1872年10月14日、新橋・横浜の両停車場で開業式が行われ、翌15日からは旅客鉄道の運転が開始されました。これを境に、日本の交通事情、時間の使い方の概念がガラッと変わりました。日頃より JR グループをご利用いただいているお客様に感謝の気持ちとお伝えするとともに、今後も皆様の大切な人や場所への架け橋として鉄道をご利用いただきたいという思いを込め、鉄道開業150年を記念した様々なイベントやキャンペーンを展開しております。今後についてもぜひお楽しみください。なお、今月中に行われます山形でのイベントにつきましては、社内に掲示をしておりますので、ぜひこちらも併せてご覧ください。それでは、お座敷列車での旅をごゆっくりとお楽しみください。